どうも皆さんこんにちは。ワンパンマン隣のヤングジャンプ193話面白かったですね。ホームレス邸がまた参戦してきました。生死に耐えん、見ていられないと言ってやってきましたが、生死は生死とかけていそうですね。ホームレス邸が星の美しいシナリオを台無しにしよってと思っているのは、190話で黒い生死を限界まで分裂させて地上の文明を洗い流させた後、絨毯爆撃で始末するという計画を、美しいシナリオだ、全ては星の意志のままにと言っていましたが、黒い生死が合体してしまったことでこのシナリオが台無しになったからですね。そして黒い生死が合体する動機となったのが、腐ったゲロ野郎への制裁でした。そういうわけでシナリオを台無しにしたゲロブサイク大総統を光パワーで押し置きしているんですね。ホームレスで恐ろしく強いです。光パワーの能力であればゲロブサイク大総統の哨戒機など当然ガードしますが、その後の整列爆撃でゲロブサイク大総統は手も足も出ません。圧倒的な強さを見せていたゲロブサイク大総統もホームレス邸の強さに強え。ホームレス邸と力の描写が似ているブラストもこのくらいのことはできるのでしょうか。一般人プラス力のホームレス邸でこの強さです。はるか上に位置するであろう竜プラス竜プラス力のサイコソオロチはやはり相当強かったんですね。そのサイコソオロチの上を行く竜巻はよく言われているように本当に化け物ですね。ゲロブサイク大総統、一方的にやられながらもすぐ元に戻ります。エビル天然水の消化液バージョンみたいです。ただしやはりタンパク質を補給し続けなければ生きていけないようですね。黒い精子が補給を断てば体を保てねえのは分かってんだと言っています。ゲロブサイク大総統を見張っていた黒い精子を金属バットが始末しましたが、この位置からゲロブサイク大総統を発見できそうです。金属バットがゲロブサイク大総統の相手をして、とびきり頑丈な金属バットでゲロブサイク大総統がバラバラに飛び散るという展開でしょうか。それとも甘いマスクが雪辱を果たし醜さに勝つのでしょうか。また最初歯茎と戦っていたのは豚髪でした。豚髪もやってくるかもしれませんね。黒い精子について、1万体分精子別動体とありますが、原作80話では黄金精子は10兆の合体で残りは100体でした。1万体というのは1万人で捨て身の特攻の俺1万人に相当し、10兆ではなく1兆2931億4226万1072体の俺の合体の時の原作79話の状態です。前回黄金精子が爆誕しましたが、実はこれは10兆ではなく1兆の合体で、黄金精子のさらに上の合体があるということでしょうか。しかしそんなに黒い精子が残っているとしたら、ホームレス邸のシナリオはまだ台無しになっていないことになり、ホームレス邸が出てきたことに矛盾してしまいます。合体はここまでかもしれませんね。黒光はその黄金精子に殴られ脆すぎると言われていますが、殴られたことよりも俺よりたくましい筋肉、俺より輝いてる、そんな嘘だという精神的ダメージでやられた感じがします。物理攻撃は効いていないのではないでしょうか。描写から殴られたことによるダメージはあまりなさそうに見えます。また皮膚は薬傷を負ったようですが、筋肉の大部分は無事のようです。消化液で受けたダメージも俺の筋肉が、輝きが、と溶ける、育ててきた無敵の筋肉が、とあるように、筋肉への心配不安といった精神的ダメージが大きいのではないでしょうか。やはり黒光は心さえ強ければとんでもない戦士なんでしょうね。原作通りならこの後ガロウとの戦いが控えています。もう一戦いけるのではないでしょうか。バネヒゲは災害レベル竜のホームレス邸の攻撃を防いでいます。A級ヒーローの強さランキングにおいて一気に上位に上がりますね。童貞はホームレス邸の攻撃からカマセイヌマンの活躍で逃れていました。カマセイヌマンが持っている透明なフィルムはイライラシールドっぽいですね。そして原作73話でもあった元助手の童貞からボホイ博士への報告です。直前のやり取りが、来るときピザチップ買ってきて、コーラいりますか、いる、了解、などが笑えます。送信の後のプリズナーへの顔面パンチも、ジェノスが両手両足を失っているのも73話通りでした。そしてあの人も原作通り出てきましたね。ドッ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 、この音はジェノス竜巻絶体絶命でのキングエンジン、かっこよすぎます。キングの特殊能力である強運、そして得意の心理戦でピンチを切り抜けることはできるんでしょうか。ゾンビマンのホームレス邸への反撃、神による命の没収も近づいていると言えそうです。
次回が非常に楽しみです。いつも楽しませてくれるこの作品に感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。